地元4番秋葉大輔と5番の山田武の連携で、最高峰6番藤原清隆で赤番過ぎました。動いた関東の3人を送っていく7番堀健十、序盤から追っている6番藤原清隆がここの4番手、東が今4人出ている状況です。7番堀健二は5番手下げ切って早めの仕掛け、ジャンで7番堀健二が発進、2番小林慎太も前に踏み上げていきました。中部勢3番有賀隆が少し連結難しそうになりまして、関東の3番手に割り込んだ様子。さあ1番愛嬌の内で飛びついた2番小林慎太、2番手は競り合い、堀が先頭、しかし内からもう一度出た2番小林、小林が先頭で今度は追い上げる4番秋葉大輔。関東勢3番有賀隆がそこへ乗り換えていて200を通過した。人気の中部両者は完全に打ち詰まりで交代。先頭は小林慎太、ドッキングした4番秋葉大輔、地元2勝目のチャンスがやってきて3番有賀隆と後方から6番の藤原清隆、先頭4番秋葉大輔降臨、秋葉大輔シリーズ2勝目。